おはようございます。吉岡進です。今ですね、東京湾に来ております。東京湾は、ワクワク屋さんにねお世話になって、これからですね、ここね、東京湾、世界一シーバスが多い海と言われているんですけれども、そのねシーバスを狙って、ジギングでね狙っていきたいと思います。じゃあ早速行っていきたいと思います。早速ポイントつきましたね。最初のポイントはかなりね浅いところになるみたいですけど、まあこういったところにシーバスがねついてるんで、ちなみにゲートブリッジの真下ですね。いかにも東京で、釣り方はもう本当簡単、もう巻いて落とすだけ、巻いて落とす。巻いてる時にも来ることもあるし、だいたいこうフォールの時にゴンとこう食い上げられるというか、止まる感じの当たりが多いですね。巻いて追わせてフォールで食わせるみたいなイメージで。お、今触ったの。今みたいに当たったらとりあえず合わせる、巻いて落とす、巻いて落とす。まあ、ジグのねこのシーバスアンチョビメタル、巻くだけでもかなりいい泳ぎをしてくれるんで、ね、それだけでも釣れることはあるんですけど、だいたいまあこの追わせて落とした時にゴンと当たることが多いんで、まあベイトタックルね買った方が、まあ、釣りはしやすいかなと。で今使ってるねロッドが GSW のね、66UL っていうモデルなんですけどもね、このシーバスジーングにはねもってこいの番手になってるんで。ちなみに今シーバスアンチョビメタル 60g ですね。ハイシーズンはね本当にこのジグがね落ちてかないっていうぐらいね、本当バン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 当たってくることもねあるんで、結構シーバスってね こんなサイズからこんなね80センチを超えてくるようなサイズまで、この同じ釣りでね釣れる可能性があるんで、まあ、かなりお手軽ではあるんですけどね、そういう魚も狙える、かなり楽しめる釣りじゃないかなと。来たか、来たぞ。今ポールで止められたっすね。あとはね結構ね跳ねるからね。おーし、ふっ、はい、まずはファーストピッチ、ちょっと外れちゃったんですよね。シーバスアンチョビメタル 60g、 新色のね色でシーバス来ました。鈴木ですね。まあ、このシーバスね、成功復興鈴木ってね、こう出世魚なんでね、大きくなるにつれて名前が変わるんですけど、まあ、これは復興クラスですね。はい、まあ、クリアというか綺麗になるんで、よりイワシに近い色だったりとか、まあ、今ちょっとね言ってる最中に来ましたよ、ホールで。おお、これタモだな。エラ洗いがたまらないな。はい、あざーす。結構ね
こうルアーがねこう外れやすい、今みたいにねこうバシャバシャってこう海面にね顔を出して暴れる魚なんで、ね、バレやすい魚なんですけども、 66UL こう穂先がしっかりと柔らかくて胴が硬くてしっかりね乗せれるバットパワーもあるんで、バラしにくさに貢献してくれたって感じ。アクアラインの今度は下に来ました。お、触った。今フォールで触りましたね。下から3メーターぐらいかな。アクアラインの橋脚周りですね。ここもシーバス、かなり有名なポイントです。このあららら、今一発フォールで当たって乗らなくてまた巻きで食ってきた。ほい、お、来た、食った。今のは巻きの後のフォールでゴンと一撃。楽しいね、この首振りもでけえし。よし、来た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 、ほらほら、いい感じいい感じ、ほらほら、はい、来ました。今のは巻きの後のフォールでドカンと。こいつ綺麗な魚だな。このシーバスアンチョビメタル、潮が速いとき、水深がちょっとね深いところを狙うときっていうのはやっぱ重いウェイトが必要になるんで、まあ60、80、100は揃えといた方が間違いないかなっていう感じですね。今なんかね潮も止まる寸前とか、まあ止まってる感じ、そんなに潮がね行ってないから正直 60g でもできちゃうかなって感じなんですけど、まあまあまあ一応今 80g 使ってて全然魚もねこうやって当たってくるから、まあいいかなと。結構ねこの、まあ、細かいこと言っちゃうとね、ポールスピードが速い方がいい時っていうのは、重いねジグ使ってあげた方が反応してくるっていうこともあるんですけど、まあ、60、80、100っていうのは、ね、この東京湾でシーバスやる上では本当に適した重さになってるんで、まあ、揃えておいてもらえるといいかなと。あ、出ちゃった。あとはカラー、ちょっとねさっきも話したですけど、ワンオクの方はやっぱ濁ってることが多いんで結構派手めのカラーっていうのが結構使用頻度が高くなって、でちょっとねこうやって沖出ると潮がね綺麗になるんで、そういうところはこうイワシに似たカラーだったりね、こうちょっとナチュラル系のより魚っぽい色を選んであげればいいんで、まあその2種類、派手めのカラー、あとはリアルカラーっていうのを2種類ね、この60、80、100g の中に混ぜてくれればいいかなと。でね、あの遊漁船、折り合い船の遊漁船なんかレンタルタックルとかもあるんで、まあねジグだけ買ってレンタルタックルで釣りを始めるっていうのも、ね、全然ありなんでね。でちょっとね面白いなと思ったら、まあこのシーバスに限らず他の釣り、例えばマダイやったりとかタチをやったりとか、いろんな釣りにねこう、興味を持つ方もいるとは思うんでね、まあ、そういう方にはねこういう専用というか GSW のように
まあ、シーバスやってもいいし、マダイやってもいいし、タチオもできちゃうよみたいなね、こういう竿がかなり、これ1本でね、いろんな釣りに使えるんで、あとね、2ピース、ここね、外れる2ピースになってるんで、こういう感じでね。今ちょっと魚来ちゃったらやばいけどね。2ピースになってるからね、持ち運びも簡単だし、コンパクトカー乗ってる方もね、かなり便利なんじゃないかなと思います。都内の遊漁船は結構電車で行ける船も多いから、まあ、電車でね釣り船通うよっていう方なんかにもね、おすすめな、シリーズになってます。結構やり込んでる方、まあ、釣り自体がね結構やってるし、シーバスジングもがっつりやってるよって方はね、まあね、落として巻くだけっていうすごく簡単な釣りではあるんですけれども、まあ時にはねこうかなりスローに巻かなきゃいけなくなる時もあるし、ちょっとねリアクションでババババババってこう早く巻いてパッて落とすとか、ちょっとこう巻きの中に、まあテクニカルな動きっていうのを織り交ぜてあげるとよりね釣果が出やすかったりするんで、いろいろ毎回ね落とすたんびに巻きを変えたりとかしていってもらえたらいいかなと思います。お、来た、来た、よっしゃー、お、ちょっといいか、おお引くね、ちょっといいかと思わせる可愛い子ちゃんでした。はい、まあ、シーバスを狙うにあたってね、まあ、いろんな釣り方があるんですけども、まあ、このシーバスジーイングはかなりまだね釣りをやったことない方にもねおすすめな釣りなんですよね。っていうのももう落としてね、巻いて落としてってしてるだけで魚が釣れてしまうんで、下に巻きできた、お、これ良さそうだよ、お、おちょっと良さげ、おー、マジか、マジか、ちょっとでかそうだな、うん、いきなり来たぞ、巻きで抑え込まれたからね今ね、ランカーか、いきなりだ、こんなのも来るからね、おお、いいぞいいぞいいぞ、おら、来た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 、おら、あっしゃー、おら、こんなサイズがいきなり来るという、やばくない？もうこれ立派な、まあ鈴木と言っちゃってもいいんじゃないですか。ほら今のはね巻きでドンって押さえ込まれましたね。きた、ちょっと痩せてるけどシーバスアンチューメタル、これ 100g、 あ、これ80だ、 80g ブルピンできましたね。やったぜ、めっちゃ興奮した今。